団子ちゃん、はい。目玉焼き好き？だから、あれって、あの食べ物って、好きとか嫌いじゃないわよね。結構好きなんだけど、好き寄りなんだけど、好き目玉より、焼き。それはごめんなさい。友達の好きなものを否定した私が悪かったいやいや、わ。そんなに謝んなくていいんだけど、ただ別に。なんていうか、じゃあ、卵を一つだけ神様から与えられて、好きな食べ方しなさいって言った時に、あれをするかって言ったら、私はしないわね。どうやって食べるの？ゆで卵？ゆで卵がいいかなと思ってるけど、まあでも、目玉焼きが決して全然嫌いなわけじゃないわよ。でもあれは、なんか与えられて食べたことしかないから、自分から何か発信したことはないし、何か、なんていうのかな。生まれて、記憶、物心ついた時にはもう食べてたみたいな、なんかそう存で在しなのょ？よね。うん。何わかかる。けて食べる？目玉焼きには。いや、それはもう本当に、簡素な答えになってしまいますけど、簡素。簡素というか、なんか、簡単で 素朴な答えになってしそまう。れはそうよ。本当のことを教えてほしいんだもん。本当のこと言っていい？何を？醤油？え？試されてた？私試今。されてない。だって、ジャ醤パニーズ油がでし普ょ？通なのよ。多分。絶対醤油よね。醤ジャパニー油ズ。なんだけど、私のちょっと家庭がおかしいのかわかんないけど、ソースで育っちゃったのそね。の家庭もあるわよね。いる、ソースの人も。だから、今これぐらいの、なんていうの、友達とかとご飯食べるようになって、初めて知ったのよね。醤油かけるって。それはまずいね。月見ちゃん、それはまずいよ。だからソースでしか食べたことなかったの。月見ちゃんね、正直言っていい？私から言わしてもらって。醤油以外のかけるものなんて、全部かけない方がいいよ。え？あんなもの。変な味だもん、全部。そんなことないよ。美味しいよ。いや、味が強すぎる、全部。まあ、味はちょっと強いかもしんないだっけて、ど。目玉焼きのさ、美味しい感じのところにソースなんかかけてごらんよ。ソースの味しかしないでしょ？そうよ。ソース食べてんのよ。そうよ。やめた方がいいわよ。じゃあ、撤回して。卵焼き、目玉焼きとか好きとか。ソースと目玉焼きの絡んだ感じが好きなのよ。絡まないわよ。だってあんなの9対1ぐらいじゃない。サッカーの試合で言ったら。どういうこもう、と？ ソース9点。目玉焼き1点ぐらいの割合試合でよくない？ だ。別に。いや、それぐらい取られてるわよ。ソースに。いや、しかも弾くしね。さあ、弾かいちけゃったて、ことないが、弾弾くんいちゃうだ。のよ。はあ。かからないのよ。はあはあ。いや、わかるわ。だから、そこに関しては、私、もう最近では、目玉焼きに醤油すらかけないわよ。何もかけない。何も、まあ、塩かな、強いて言えまあ、ば。塩もありよね。塩胡椒ね、今、ただ月の。見ちゃんが言ったように、目玉焼きなんかかけたら、垂れて外に行くのよ。要するに、かかってないのよ。かけたっていうことだけに、エツを覚えてるの。エツじゃなく私かけたわ よっいやていう。や、味なのよ。違うよ。味でやってはいるのよ。いや、だったら塩でいいわよ。一番いいまあ、と思うよ。塩で塩はまあ胡いい椒わで。ね。いいわよ。だもう、それやソースなんて、何にかけても美味しくないよ。いや、美味しいわよ。オムライスもソースとかかけちゃうわオよ。ムライス。オムライスって何かかってるんですか？ケチャップか。まあ、大体ケチャップか、まあ、デミグラスソースよね。でも、でもソースいっちゃうわ。まあ、そもそもオムライス自体がそんなに美味しくないから。それは否定して、まほとんあ、どの人オムライス好きだから。そうなの？だって気持ち悪いじゃほない？とんオどのムラ女イ子ス。オムライス好きだから。気持ち悪い。上手に作ってるオムライスを食べたことないから、え？一回も。ないの？オムライスって、オムの中に、チキンライスよ。そうよね。チキンライスってのがどうもダメなのよ。なんかベタベタしてて。ああいうの食べたくないの。なんだか、よじゃあくわちからない。ょっと、しょうがない。じゃあ話してもしょうがないけど。まあでも醤油ね。何かかけるっていうなら。オムライスに醤油？何かかけろと言われればよ。ケチャップじゃなく？ケチャップ好きじゃないのよ。なんか、変な、あれも8点ぐらい取ってくるじゃない。いや、だからさっきから点数で言うのやめてよ、ソース9点ぐ割らい取っ合てのくるこけど、と。ケチャップも8点ぐらい。だから、私は正直言ってソース、ケチャップ、マヨネーズが全く好きじゃないの。全部抜いてもらうわ。いつまも。あまあまあ、その言ってる意味はわかるけど、私、まあ、合うものには合うわよ。こう言っちゃなんだけど、マクドナルド行って、チーズバーガー頼むじゃない？そしたら、ピクルス
クルスとネギとケチャップ抜いてもらおうかなって。あ、ネギ入ってんの？ネギ入ってるよ。めちゃくちゃネギ入ってるよ。あ、玉ねぎね。そう、オニオン。ネギって呼んでんの、玉ねぎのこと。ネギでしょ、全員ネギよ、あいつら。玉ねぎでしょ。全ネギ。なんで食べるのじゃ。いや、それは、それで言うのよ。店員に。店員もその顔してくんのよ。うん、なんで、何で食べるのみたいな、うん。言わないわよ、店員は。うん、でもその時、私はすごい決めの一言で、うん、すいませんけど、別で塩もらっていいですかって言うと、あ、はいって言って、あの、ポテトにかける塩を別でくれるのよ。うん、で、パンとチーズとハンバーグのやつのパンを開けて、そこに塩をかけて食べるのよ。それが一番いいわよ。一番良くはないわよ。一番いいのはその、マクドナルドが提供してる形が一番いいのよ。それになんかプラスでなんかあるならいいけど、その、減らす話やめてよ。あんなの、あの、あんなの、もうそのケチャップとかもう本当に、私信じられないの。いやいや、回ないわよ。私マヨネーズがすごい好きってて、あの、野菜とかにマヨネーズかけて食べて、野菜にマヨネーズ合うって言うじゃない。いるわよ。うん。もうそれはもう野菜食べてないわ。マヨよ。まあ、もうそこはもう潔くマヨネーズ吸ってほしいわ。いや、もう吸いたいぐらい好きなんじゃないの？その人は。月ちゃんももう潔くソースだけ食べてほしいわ。ソース焼きみたいな。それは強いのよ。え？それは強いのよ。じゃあ水で割ってよ。水で割って。ソース飲んでるやつないでしょ。それぐらいの話してんのもう。ほんとに。合わない。食が。食合わない。月見ちゃんとは絶対合わない。変だもん。いや、変ね。そっちを食べるの。玉ねぎのことネギって呼んでるし。玉ねぎはネギよ。どう考えても。